ということで前半が終わって、昼ご飯を食べてきました。そしてこれから後半戦が始まるんですけども、今回はですね赤 T の方でリノさんと一緒にラウンドをしていきたいと思います。はい、はい、じゃあ前半教えたことを生かしてそうですねベストスコア目指して頑張ってくださいありがとうございます、はい、本当に前半ものすごくためになるお勉強になることをたくさん教えていただいたので早速実践しながらキーホール一緒に回っていきたいと思います。レディースティーって回ることってあるんですか？確かになかなかないですね。あるんですか？過去には過去になんかあえて練習でクラブ1本だけでとかっていうのをレディースティーからやったりとかしたけどなんか超久々です。あ、新鮮ですね。楽しみ新鮮に今日は楽しんでゴルフしようかなみたいな、一緒に回ってくれます。最初とか300ヤードだからめちゃめちゃ乗っちゃうんですかね。ワンオンしちゃいそう。公式記録出たら乗っちゃうまあ、でもショートゲームの練習になりそうだなと思います。ドライバーだったらもう残りウェッジで打てるから、ね、いいな、かっこいいご飯もお願いします。ちょっとお昼午後一だからね。よしよし、しょうがないしょうがない、ポジティブにこのホールはフェアウェイよりグリーンの方が広いですね。確かに確かにフェアウェイが狭いですね後半もお願いします。お願いします。いやこれはちょっと難しい。これは私アイアンで打っちゃうかも。そうですね、これはやばい、うん、アイアン、何番？7番で。それで失敗するようになったら7でしっかり刻んだ方が。ありがとうございます、うん、そしたら3打目頑張れる。そうですね、うん、まだ出る。あ、いい、やった。ありがとうございます。30ヤードのクラブ7番です。わー、前飛んでくれました。よしよし、92、ここ12度で行きます。結構上りきつかった。きつかったです。ナイスショー、いい、いい、いいフェードボール、ナイスショー、嬉しい、めちゃめちゃいい、今日一番良かったと思う。ナイス、ありがとうございます。
ね。やった、みのさんはワンオンチャレンジです。やってこう。マイちゃん良かったね、さっきの。すごい。ナイスショー。いやもう私はそれだけで嬉しいです、うん。なんかただこうさ、ボールが上がったってあれよりもなんかちゃんと捕まったっていう感じで強い球だった。なんかいい程度だった。カメラ界でもちょっとアドバイスしてくださって、リノさんがめちゃめちゃちょっとずつ再現できるように頑張ります。今日はそれが目的だから。そうです、ね。自分のゴルフよりマインちゃんが上達してくれれば嬉しいです。嬉しい、なんかでちゃう本当に。優しいです、本当に。すごい飛んでるんだ。だってグリーンの近くまで行ったよ。だ、めっちゃ飛びましたよ。嬉しい。得意な距離が残る。真ん中ですね、ピン。アプローチで打ってきます。ナイス。すごいね、今日。やば。あ、入れそう。あ、やった。すごっ。本当ですか、うん、やった今日最高。すごいね。バーディーチャンス。嬉しい。リノさんとのラウンドすごいですね。すごい、うん、私は58度でいきます。バーディーチャンスじゃん、めちゃめちゃ。嬉しい。すごい。やっぱ白でやったから短く感じていいかも。鍛えられたかもしれない。鍛えられた、多分。心に余裕が感じられる。はい、で、惜しい。いやでも狙うとこ良かったけどね、うん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 、カップに切られちゃった。強気でした。いいんじゃないですか、強気の方が。弱気よりいいです。弱気より。オッケーオッケー。パーでよかったのに。ちょっとバーディー狙いすぎちゃった。よかったら入ってた。よかったら入ってました。よかったら入ってた。それかあの強さだったらもうカップ外さないで内側狙い、そう、まっすぐでよかった。なるほど。ちょっと狙いすぎかな。タッチとそのラインをその読む力がちょっとマッチしてなかった、はい、なるほど。打ち方ってよりはね、そっちかな、ライン読み。本当ですか。そう、カメラの前で。ちょっと待って、めっちゃ難しい。そう、そしたら、はい、手は余計な動きしないで固定して、はい、肩だけで打つ。素振りをしこう練習した後にこれ取るとめちゃめちゃなんか確かに分かりやすい。肩で打つから。うん、できてる。このアライメントスティックがない人とかは、はい、長いタオルとか使って、はい、今と同じ要領で背中にこう挟んでこうする。そうすると脇が開かないから肩で。
ちだったのかな、うん、手で打っちゃうと落ちそうになる。はい、肩だけで打ったら落ちないから。ここだけ、これってあ、こういう五角形じゃなくて、こう今三角形でこうやって、はい、そうなったの。そうじゃなくて少し曲げる、そしたら五角形っぽい。今できてる。じゃあ合ってる、合ってる、合ってます、うん、それで大丈夫。であとはしっかりグリップ握る、うん、ちょっとね、やっぱ力がないから弱く握っちゃうんですけど、はい、なんかゆるゆるに握るとかよく言われると思うけど、はい、間違いじゃないんだけど、それは握力がある人に対しての教えで、やっぱ女性とか握力がない人に対してはしっかり握った方が、それで普通の人と同じぐらいのグリップだから、マリンちゃんの場合はちょっと強めのイメージで普通、しっかり握った方が当たり負けしない。パターンも同じで、はい、打った瞬間に開いちゃったりとかすると良くないから、しっかり握って変えない、ここで肩で、そう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 。あ、でもいい感じ、頭動いてないし。本当ですか。うん、そうそう、それを意識してこれ撮ってみる。はい、この感じでちょっと練習してみて、タオル挟んだりこれスティックあれば、はい、あーやってみます。やってみてください。さっきのマリンちゃんの当たりならバンカー越えますね、あの手前、右手前。うん、多分そう、まっすぐ振り切ってちょっと右に出てもなんかいい感じになりそうだから、白黒ポール狙って、ここ打ちやすそうな感じがする。ナイスショー、すごい。捕まったね。ナイス。ありがとうございます。いい感じ。これはすごいぞ。ありがとうございます。今完璧、飛びすぎたったかもしれないけど、うん、すごい、ありがとうございます。大丈夫です。今のリオさんの球弱かったですね、うん、今は良かったですね。めちゃくちゃ飛んでましたね、うん、確かに結構飛びすぎた。木を越えてかっこいい。なんかいい目印ができたから良かったです。すごい強い球だった、ずっと見てた。でもマリンちゃんも飛んでるよ。マリンちゃんもね、フェアウェイのいいところにある。本当だ、すごいいい。リノさんがここ狙ってって言ってくれたから、うん、うまくいってました。結構私もっと左を向いて打とうとしてました。あ、なんかね、向きすぎちゃう癖があるから、うん、あのそこは気をつけた方がいいかも。そうです、ね、今のなんか本当に白黒ポール狙いでちょうどいいところ。確かに、うん、あれより左向いてたら、そう、バンク入ってた、入ってました、うん、全然違う。だから200超えたってことだもんね、マリンちゃんもね。え、そっか、飛んでる飛んでる。でもやっぱりリノちゃんすごいね。50ヤードぐらい差ついてるね。バーディーを取れる機会をね、作ってこう、うん、よし、ちょっと左でも大丈夫だから、カート道上ぐらい狙って、はい、ほほほほ、いい、ナイス、やったー、お、フェアウェイ満足だ、すごい、ありがとうございます、いいね、すごい、いい、マネジメントも勉強してます。すごいね、成長、嬉しい、もう今後白でいっか、え許してくれるかな。じゃあ赤 T で30代が出たら今後はもうちょっと、なるほどね、まあ一つの目標としてはいいよね。そうですね、とりあえず30代、確かに確かに、ハーフ30代出たら、そうだね、39でもいい。じゃあ次は白で、80代出そうとかね。そう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 、ですね、一歩ずつステップアップしたいな。167、5番ヤンでいきます。ピン狙わなくても、はい、ちょっとピンの右行っちゃってもグリーンは続いてるから、うん、でもフェード打ちたいんだったらピン狙ってフェードしても乗ってるってイメージでもいいかもね。ピンの左はちょっと難しいから、そうですね、うん、グリーンセンター乗せればいいやぐらいの軽い
なんかリラックスした気持ちで。はい、はい、ありがとうございます。いい、ナイス、これはいい、いいよ、バーディーチャンスじゃない？どうした？おー、ナイスやったー、ナイス、やったー、いいね、バーディーチャンスだよ、すごい、いい、ちょっと作れたかな、いやいやいや、いいよ、嬉しい、幅すごいですね、これで練習と体に覚え込ませれば、そうですね、完璧だよ、皆さんがすごい励ましてくれるからいやでもゴルフ本当メンタルあるよ、ポジティブで頑張れます、ね、そう、普段ちょっとネガティブに多分なりがちって言って聞いたから、そうなんですよ、もう上げてかないとすごい上げてくれる、そう、でもいいところね、いいところね、あれぐらいの距離の方が逆に入るんじゃない、うん、逆に近すぎるよりはいいかもしれないね、確かにそうです、ね、さっき入ったイメージ出して、確かに、うん、これぐらいの距離だったよ、ちょうど入る入る、あれすごかったな、でもすごいところにピン切ってるね、今日難しいですね、うん、極端だね、ありがとうございます。今のって、はい、どうやって打ったんですか？これは、はい、結構私バンカー得意なんですけど、うん、でケースを思いっきり開いてバウンスっていうんですけど、バウンスで砂を爆発させるイメージ、爆発させるイメージ、そう、なんかバンカー怖がってる人って砂を取れば飛ばないってこと知らないからビビってフッて抜いちゃうんですよ、そうしちゃいます、でも砂を取れば距離が飛ぶことはないから思いっきり砂を叩く、これだと全然飛ばないから、今のも思いっきり振ってたけど、振ってました、そう、超えるだけで、そう、そのバウンスから入れて砂を爆発させるイメージで打つとスイングとかどうこう考えなくてもうまく出る、まあ、スイングはどっちかっていうとちょっとカット目に、あのカット軌道、アウトサイドインのバンカーはね、バンカーがすごい苦手で、ここだね、仮想のカップは、はい、ここにイメージして、強い、ちょっと強かった強かったね、やっぱバーディーパット気合入るからね、しょうがない、後半は強気のパットだね、で本当ですね、また強いな、うん、乗ってた、 OK です、あとちょっとだった、先です、はい、入れ、惜しい、OK です